竜昆一流羊猿一書所28年9月26日は、新末の軍人、官僚、字は、鈴理僧、湖南省新霊県出身、祖国藩、佐相等の死後、長のホらと共に、後期の養務運動を指導した。人世であったが、皆、豊か五年に元連を率いて、太平天国と戦い、高太田,田主元が創設した、祖一三に編入された。 先行を立てて、知県知州、知府、関東厚市、厚生不正史と昇進を重ね、同治4年からは、厚生準部、高所元年からは、良好総督、高所6年からは、良好総督の職を歴任した。総督在任中は、財政整理を行い、汚職を摘発し、業務運動を推進した。高所17年には、海軍軍務の補佐を命ぜられ、 高所20年の日清戦争の際には、金佐大臣に任命され三階館内外で作戦に当たった。また、高所21年には、皇位の主催する教学会に、銀五千両を寄付して、返邦運動を支持した。高所24年の土の犬の返邦では、急激な改革に背を向けていたが、露日の政変後には、高所邸の範囲に強く反対した。同年に、 中国を訪問した日本の元首相伊藤博文と会見している。高所26年の義和団の乱では、両校総督であったが、義和団の鎮圧を強く主張して、列強各国領事や国交総督ばりのほら、両校総督利交渉と東南多外保という領海を結んで、西大港からの列強に対する宣戦布告の命令を無視した。高所十七年、蝶のホラと連名で、 高素階層見寄りという上層を行い、政治経済軍事教育などの総合的な改革を訴えた。翌高所28年、72歳で死去。忠誠の死亡を送られた。ありがとうございます。